こんにちは。今回は少し半自動畑に自動かまどを追加する感じだね。まあ全自動かまどは植林場にもあるんだけど、さすがに少しアクセスが悪いからいっそのことつなげるかって感じでここを選んだんだけどね。で、一旦作ったけど、これ逆流する主アイテムが不均一だな。逆流はこれでいいけど、アイテム不均一はもうトロッコ使うか。燃料は終わったからあとはメインの方か。で、結果的にはこうなったね。まずここでジャガイモだけに分別して、上のチェストに入ってそのまま自動かまどに入る感じだね。一応ここはトロッコ輸送の装置で少しだけ工夫してるね。一応チェストが空になるまで止まるようになってるね。まあこれでジャガイモを自動的にベイクドポテトにできるようになったね。やっぱりパイプの中通ってるのはなかなかロマンがあるね。まあ今回はこのぐらいかな。また次回の動画でお会いしましょう。それではさようなら。